今日は頑張りましょう。いい試合をしようね。おお、このシャッター前編、要はステージチェンジからの特訓突入は結構熱いです。サイド一番新しい必勝もね 85% って出たかな。いやー嬉しいんだけどな、これ全然変更が強くは分からなくなりますね。お、熱いパターンきた。ジャンガンクエスト2シーズン1の第2戦ということで、はい、きょうくんはデルちゃんと対するのは初めてですね。初めてですね、今回ね、まあ、どんなやつか分かんないんですけど、いやすごい、いやなんかね、皆さん9連敗 ?8 連敗とかしたんでしょ前。そうそう、まああのジャンジャンクエスト1の時には1回もダメージを与えられず、ただやっぱりこの一応我々パツの必勝ボンですから、まあこのままじゃまずいということで、まあ、あのそのデビちゃんさんにちょっと頭を下げてもう一回やらせてくれと戦わせてくれということで、このシーズン1、要は2ですね、2のシーズン1が始まったわけなんですけども、前回コージ&ミナさんに、まあ、なんかポンコツのおっさんと炎上交際みたいな感じで、ちょっとね、あの見た目的にはあまりよろしくない2人のコンビがですよ、はい、なんと5800枚もの、ねえ、出玉叩き出しまして、つまりそのままそれがダメージになるんで、うん、あの基本的にデルちゃんは生態として分かってるのは1万ポイントを与えるとダメージ、半分は超えたんだ。そう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 、与えると倒せると言われてる感じの相手なんです。で今回ですよ、もし仮に我々が4000枚ぐらい出した瞬間にデルちゃん撃破、ドーンシーズン1にして終了みたいな、まあそんな可能性もあるということで、あるね、はい、今回ですね、ジャンジャン、デルゴザウルス、はい、石崎東店さんと出没したデルちゃんと僕らは対決するわけなんですけども、はい、ただいまですね、朝の9時10分を回ったあたりということで、うん、この後9時20分から、入場抽選が行われるということで、まあ、結構ですね、もうすでに多数のお客様が集まってらっしゃるんですけれども、まあ、まずはですね、あの抽選の引きからやっぱあのコンビ違うわっていうところを見せつけなきゃいけない。あ、そうですね、はい、もう多分デルちゃんだいぶビビってると思うけどあちらと違うわ、1番と2番すごすぎるって言わせないとダメだから、はい、頑張っていきましょう。はい、はい、1桁しか引かない。まあ見ててください、パッコーラ出ねえな、最高尾って俺その件か、抽選を受ける権利さやべえ、お願いします、これだな、ふん、あれ意外となんかどうでなんか微妙な、まあでもこれで、まあ、お互い一応ね、昨日下見した段階で1体機種があってっていう、京子が鉄拳ですね、鉄拳世界狙い台3台に絞ってあるから、はい、まあ、これを打てるかどうかが、まあ、入ってみてですね、まあ大丈夫でしょう、まあ大丈夫だと思います。で俺の方は一応まあオス番長クルーを打とうと思ってまして、まあ俺の方も狙い台はなんとなく10台ぐらい絞ってあるんで、それがしら打てるかなと。絞ってねえな、え、まだ全然絞れるの、ギュッギュッ、はい、すみません、お願いします、お願いします、やっちゃう、よし、出しちゃう、はい、よし、一応ですね、狙い台があるんですが取れるかな、37、あ、一応空いてますね。とりあえず、まあ、そのデータの流れ的に、まあ、今日は上げ狙いで打とうかなとは思ってたんですけど、まあ、前日下見した感覚だとすごく回数が少ないっていうよりはこういうちょっと中途半端に回数がついてるところに入ってるような印象を受けたんで、とりあえず朝一はここを打ちながら円数の状況を見つつ動いていきたいと思います。うわ、取られてる、じゃあここかな。だちょっと第一候補の鉄拳はうまく取られてしまったので第二候補ですね。
単純なボーナス回数が少ない台でかつ真ん中ぐらいのところが昨日下見した感じだと出たので今日はこれをひとまず打っていきたいと思います。今日は頑張りましょう。いい試合をしようね。まずはですね、朝一の演出状況から、とりあえずこの台は上げ狙いでチョイスしておりますので、まずは設定変更の挙動が見て取れるか否かというのが今日の実戦の大きなポイントになってくると思います。まあ、一応ですね、周りの状況なんかをちょっとチェックさせていただいたところでは、もしかしたら前代設定変更されているような形もあるかもしれないんですけれども、まあ、とりあえず全ての台を把握しているわけではないので、まずはですね自分の台変更かどうかというのに注目しながら打っていきたいと思います。まあ、基本的にまあ朝一の挙動としましては、打ち始めから64ゲーム以内にフェイク前兆に突入すれば設定変更の可能性が高まるという形になりますので、まあ、ある程度前日のやめゲーム数に左右されてはきますけれども、現状ですね番長2のやめ時はボーナス後96ゲーム以内というのが非常に浸透している状況ですから、まあさすがに96ゲーム以内にやめてしまわれる方や、まあ、ゾーンの手前でやめられる方っていうのは現状少なくなってます。ですのである程度閉店時のゲーム数が分からなくてもそのあたりを加味すると、まあ朝一96ゲーム以内、さらに64ゲーム以内でフェイク前兆が開始するような状況であれば設定変更を疑っていいんじゃないかなというふうには思っております。ただしですね、設定変更をしたからといって必ず64ゲーム以内にフェイク前兆が発生するわけではないので、基本的に変更判別をしっかりと行いたいのであれば、まあ、次の200のゾーンまで演出状況を見るというのが大事になってきます。200のゾーンまで見ることで屋上ステージに移行、特定役を経由しない屋上ステージの移行は、広角 B への移行が濃厚になりますので、その広角 B の移行ゲーム数で最終的には変更か強くかをある程度判断するというのがベストだと思います。とりあえずこのままいくと64ゲーム以内のフェイク前兆は確認できずという形になりそうなので、そうなってくるとちょっと強気の可能性が高くなるなといった状況になりますね。上げ狙いで打ってる身としてはあまり嬉しくない挙動になります。まあ、実際には通常 B というモードにいた場合、広角テーブル、これ A から D まで4種類あるんですけど、その A 以外が選択されていた場合は屋上ステージの移行ゲーム数が偶数ゾーンから奇数ゾーンに変わっちゃうんで、そうなってくるとちょっと厄介なんですけど、なかなか通常 B というモードに移行しない、かつですね広角テーブル A 以外が選択される可能性も 60% と形になってますので、まあ、基本的には広角テーブルっていうものは A が選ばれやすいってなってますから、そこまで考えるのはちょっと考えすぎかなと思うんで、とりあえず強チェリーですね。もし仮にこの強チェリーで特定役解除してしまった場合は変更か強気が見抜けなくなります。出玉としては嬉しいんですが、朝一はとりあえず変更か強気かをはっきり見抜きたいのであまり嬉しくないぞといった状況になります。まあ、とりあえずここで当たるってことはないでしょうから、まあ、一応チャンスパターンが出て、この後に前兆演出が続いていれば特定解除の期待が持てるんですけれども、続いてますね。基本的にこのトッププラスビラっていうものは前兆中に出やすい演出、おお、このシャッター前閉、要はステージチェンジからの特訓突入は結構熱いです。ただここで当たるとちょっと嬉しくない。
まあ嬉し出玉的には嬉しいんですけど、で一応ですね、左第1ベル、この上段に揃うベルには設定差がありますから、これは通常時、ボーナス中、いただきラッシュ中問わずカウントしていきます。あー、射程軍前兆期待、本前兆期待度、要は当たる前兆期待度が 50% あります。まあ水泳ですけど、トロック先行で、まあ弱ターン、まあ演出的にはあんまり強いパターン出てないですけども、もう前兆の道中の演出が熱いんで、まあ大丈夫だと思います。まあ当たらなかったら当たらなかったで、ここは良しとしましょう。まあまあまあ、さすがに当たりますね。いやー嬉しいんだけどな、全然変更が強くは分からなくなりましたね。現状ではやはり64ゲーム以内に前兆入らなかったんで、強気の可能性を考えなきゃいけないです。まあとはいえ、投資5000円ですね。で初ボーナスと、滑り出しとしては非常によろしい、そんな感じになりましたが、ここで次に注目すべきはボーナスの種類ですね。一応設定変更時は 73% で赤 BB が選択されるという振り分けになってますので、ここで RB が出てくるようであれば、朝一の前兆の状況と加味しても強気が濃厚になるといった状況だったんですけど、今背景が赤く変わりましたね。この時点で赤 BB 以上確定しました。だからますます持っては上がらない、そんな状況になります。まあ嬉しいんですけど、赤 BB ですね、赤 BB 石角です。まあとりあえずちょっと不安が残る立ち上がりはなりましたけれども、まあここは小投資で済んだことを素直に喜びつつですね、設定をカンバ目指していきましょう。さあ鉄拳は設定変更するとですね、広角からスタートする可能性があるんで、まあちょっと演出頻発してますけど、ただ広角は確実に見抜ける術がないので、まあ、演出からですね、なんとなく察するところかな。設定カンパ要素は、特定ボーナス、単独レギュラー、スイカ同時ボーナス、弱視同時ボーナスですね。この3つの合算で見つつ、通常時、まあ、こう本当は効果からなんですが、通常時の強チェリー、そして、弱チャンス目からの ART 突入、でそこで奇遇を見つつ、ビッグ終了後の画面で、まあ、設定の工程も見つつっていう、結構全体を見ながらカンパしていくんで、どうしてもね、やっぱね、こう体感で設定カンパするところが多いんですよね。はい、もう一個、熱いよ、これは強チャンス目、念願のやつです。どうかな、とりあえずボーナスかどうかですね。白系はなし、赤青もなさそうですね。強チャンス目成立時の内部状態、広角ではないんじゃないかな。はいはいはい、まあこれ ART の前兆を示唆するゾーンですね。そろそろバトルに発展、何かしらのバトルに発展するんじゃないかな。
あんまり演出は強い演出、前兆濃厚となる演出は出てないですけど、お、赤字1人か、お、発展した熱いパターンですよ。期待度一番新しい必勝分で 85% って出てたかな、期待度かなり高い、外してもらっちゃ困るレベルですけどね。はい、これで ART 確定と。強チャンス目からなので、まあ、設定差はないですが、まあ、ひとまず朝一ね、投資5000円で190ゲーム目に AT 状態、まずは AT 状態、準備状態に突入します。でここでもキャラクターが選べますよと。まだ ART じゃないです、待機状態なんで。まあまあかな、強チャンス目一発で ART 引いたし、 ART 引いたのに、追加投資だ、これ上乗せですね。10ゲーム上乗せしました。待機状態中もこの今これ多分弱チャンス目だと思うんですけど、これでゲーム数の上乗せ抽選を行ってますので、あら熱いんじゃないの。これでまた乗せましたね、30。まだ ART 始まってないんだけどはい、これで次ゲームからART に突入します。208ゲームで、投資が 6K、 ART80 ゲームの状態からスタートします。幸先はなかなかいいですね。 ART 中はもう押し順ナビに従うだけ。お、強チャンス目、乗せるかな、乗せてほしいな、乗せ、あ、はい、ボーナス違うかな、上乗せかな、ボーナスですね。強チェリー同時ボーナスを ART 中に引いたと。ボーナス間で286ゲーム目に青ビックを引いたということです。さあ、ビッグ分の出玉が上乗せされるのはもちろん、ゲーム数もこれで上乗せされますから。でビッグ中は1回このチャキンってなったら逆押しして下段に青なら狙う。これで1回 ART 抽選が受けれます。1回やった後はもう適当で大丈夫です。うん、これはビッグ終了時の画面に設定差がありまして、まあ女これなんだっけな、まあ、木人とかなかなか出ないやつがありまして、まあ、それが出た時は覚えておけばいい。さあ、10ゲームボーナスで終わる、そして ART にこれから復帰します。はい、これで復帰します。いきますよ。でももう残り16ゲームしかないから、さあこの後はバトルに発展して、まあ相手よりもバトルの攻防パターンかな、大事なのは。
この後です。キングが攻撃すればいいんですけどね。いやー典型的な曲げパターンだな。これで一応今倒されたんですが復活パターンもあります。ないです、復活パターンなし。 ART 単発で終了。いやー何も引けないですね。今のままだと厳しいかなと。そして60終了、枚数も少ない、厳しいですな。でミサオベイベーを選んだ時には必ずこのパンチ PK ルーレットのパターンに注目してください。チャンスチャンス赤青は通常 A が濃厚となるパターンです。そしていただきらし当選もないので基本的に接待カンパを行う際には僕の場合はこの BB は極力ミサオ BB で消化して最後の PK ルーレットでモードを推測しながら打っていくというのが一応自分の中では大事な作業だと思ってます。ただしですね、まあ、最も僕がカンパ要素として重視しているのがそういったモードなどはとにかく抜きにして97ゲーム以降の、まあ、朝一に関してはどこのゲームでもいいんですけどとにかく、まあ、97ゲーム以降の初当たりに対してどれだけ連チャンしたかというのをチェックする。でその連チャン率が 50% を超えてくれば粘る価値のある台であろうということで追っかけるというのが僕の中での最初のオズ満潮2の重要な線引きとして立ち回るラインに決めてるんで、とにかくその初当たりを引いたらカンタ君にこう打ち込んでその下の項目に連チャンした回数を入れていって何の何で連チャンして何パーセントだっていうのをしっかりと取っていくようにしてます。カンパ要素は豊富に存在するんですけれども、まあ、今引いたチャンス目で特定役解除なんかをした場合にはちょっと話が変わってくるんですけどそういった当選経験も全部ひっくるめた上で連チャン率は見るようにしてるんであまりモードが実は連チャンしてなかったんだみたいなことは考えないようにしてます。で現状今チャンス目を引きましたけどチャンス目を引く前から前兆が始まっていたのでこの場合基本的にはボーナスが確定した場合はゲーム数解除の可能性も十分にあるといった形になります。一応特訓前の対決で、まあ、デカゴマっていうチャンスパターンが出たので若干ではありますけれども本殿長の期待が持てる形にはなってます。まあ、一応本殿長だからといって必ず自身の撤回が落ちやすくなるわけではないんですが、おーしょーしょーしょー、あ、これはちょっと熱いですよ。町子先生注射などの色付きシャッターはあら普通なんだよもう、うわーやだなあ。まあ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 、あとは彼らのチームワークに期待です。1人よりも2人、3人、あ、協調性がなさすぎるぞ。ここでのちょっと告知は厳しいかもしれない。出すな、出すな、出すな。ただここで前兆エースがまだ続いていれば2回目もしくは3回目のチャンス目で解除したかゲーム数解除と被ってる可能性があるんでここからのエースが大事。判断つかねえ、ダメですね。なるほど、いやさすがにここでもう一回サンプルが取りたかったところなんですがちょっとこの台を打つかどうかはまあ別として一回ちょっとホール内の状況を見ましょう。ちょっと粘るには根拠が足りなすぎるかといってですね現状稼働が非常にいいので移動できる台があるのかといった部分もあるんですけど、まあ空き台はねえわな。
参ったな。お、どうしよう、どうしたらいいかな。どうかな。ミリゴは空いてんだけどさ。ああ全然いいっすよ、ミリゴ打っても。じゃああと 3,4 万突っ込んでからゴット行くわ。あのゴットでも突っ込むんだからそこ考えて。了解しました、はい、じゃあまた、はい、もうちょっと、もうちょっとやってみましょう。いよいよシーズンの第2章に突入。トータル4戦目となる選手は梅谷慎と誠。5月10日はクッキーインターテンに集合だ。僕と握手。の発展なんで基本的には7ゲーム以内の前兆です。ただ降格中ではない限りなかなかこの7ゲーム以内の前兆っていうのは当たりにくい。まあ、とりあえずですね、400のゾーンも何の音沙汰もなく抜けてしまったということで、やはり厳しいのかなというような印象をすごく受けますんで、この台に関しては、まあ、とりあえずここで番長2に関してはちょっとやめて、新たな新天地を求めてちょっとホールをくるくると回りたいと思います。まあ、一応前日、前々日と回数の少ないところを打っときてえなというのもあるんで、まあ、とりあえずまだ1回も当たってないんですけど、まあ、とりあえず前日前日が1桁のこの台をちょっと打ってみようかなと思います。一応ミリオンゴッドに支柱の支柱に勝つを見出す意味で移動はしてきたんですけど、ここでも別に突っ張れるほどの根拠のある台には座れてないんで、まあ、ある程度ちょっとガードを固めた感じで、周りの台の様子も見ながらいつでも移動するというそういった気持ちでちょっと打っていきたいなというふうには思ってます。まあそんなことが急なぐらい展開が良ければもちろん嬉しいんですけど、まあミリオンゴッドのちょっとダメそうな台を粘るととんでもない目に遭いますから、まあそういった意味ではちょっとですね引き気味で打っていこうかなというのは考えながら、まあこの台とは対峙していきたいなというふうに思ってます。僕の台はまだボーナス1回、まあ、島でもかなり出遅れてる方ですけど、お、逆チャンスね。ただまあこれも弱チャンス目同時強チャンス目同時のボーナスの引きによって全然変わっちゃうし、あもうスイカこぼしちゃうこれ多分。あ、違うの、強チャンス目です、取りこぼしじゃないです。フラッシュしたら強チャンス目ですからね、この長いやつが強チャンス目の証。これ演出書き換えられるかな、入ったら。ただ強チャンス目と弱チャンス目って言っても差があるのは ART 当選率であって、同時当選期待とはそんなに変わらないです。そしてどっちも設定差がないです。さあこれがガセ前兆か本前兆かってとこですけど、ちょっと円強いんじゃないかい。こっからステップ、あー弱い、あー微妙だな。ただこれもしかしたら弱チャンス目分の前兆、いやどうかな、
まあ、負けたらほぼないと思った方がいいのかな。おいいね、いったれー、ガードがうまい、本当にあいつはガードがうまい。やめてあげて、やめてあげてください。いやいいパンチ持っとるわね。まあおそらく強チャンス目を外したんでしょうな。残念だよ。3は得点役だな。強チャンス目かも。強チャンス目、内部状態は通常以下だろうな。だからこの、たまにこう得点役がバカバカ固まるときがあるんですけど、どうかそれがね ART 中に起こってほしいんだよな。もう一段階、あー早いな、ダメかな。頑張って、おいいじゃない。あー来た、 ART 当選です。さっきの強チャンス目ですね。残念ながらちょっと追加投資しますけど、準備状態に突入して ART と、これは強チャンス目からの突入です。追加投資が 1K ありました。はい、ここから ART いきます。143ゲームで ART 突入と。さあこの40ゲーム間で何かしら得点役で上乗せ戦取って、もう1ゲームになんか引いた。スイカは乗せればでかいんだけどね。次、あー平八、平八来ないか。これ乗せてたら多分ここでこれでのゲーム数が乗らねえ。強チャンス目使いましたね。残念だよ。おっと、特定役はチャンス。いやー強いかな、ジャクチェリーじゃな。お願いお願い、あー復活しませんね。また単発でしたね。あれ、私僕も設定差があるとか聞けてんだ。今フラッシュ文字をしたな。高額かな。ならば強チェリーを引きなさい。強チェリーを、お、チャンス目か。チャンス目でもいいな。これでチャンス目、弱チャンス目、ね、ちょっとボーナス引きたいですね。通常かな、通常以下かな。ボーナス、ボーナスどうかな。ダメっぽい。
あーちょっと暑いけどダメだね。これでチャンス目、弱チャンス目、ね、ちょっとボーナス引きたいですね。お、おーおーおー、ちょっと暑いぞ。だから今日チェリーで、広角以上、広角に行って弱チャンス目で ART 当選したとなれば偶数の期待がちょっと高まると。弱おや、今日チェリーを引くな。でも弱なんだよな。赤まで行け、赤まで行け。うわー、どうだろうね。お、熱いパターン来たー。いったれー、もう一回。いやー、次よし来たー、これもらったー。よし、なるほどな。399ゲーム待機状態へ移行しますと。追加投資が、あー、いくらだ、 10K かな、うん、だ総投資が今 17K で、ここから ART 突入します。400ゲームちょうどですね。さあ、ここから巻き返したい。そうかよ。厳しいぞ、これは。今ボーナス間で583ゲームハマってる。フライヤー今日、何この鉄拳、なかなかないですよこんなことは。マジで頼むよこれは。もう一回、いやー、ダメ、いや、もう3連続目ですよ、これ単発だったら。いやー、つらいな今日。何この鉄拳、なかなかないですよこんなことは。チャンス目、弱チャンス目、ボヌス、むしろボーナスじゃなかったらこんな冷やかしの仕方ないだろう。あ、青七ビッグの一角でございます。よいしょ。まあこれ多分この後復活演出起きるんですけどね。はい、76ゲーム、 ART から76だから、まあボーナスカード600勝ぐらいですね。久々にビッグボーナスを引きました。弱チャンス目同時です。追加投資なしね。よかった、
ただこれはさっきの ART 中に引きたかったな。通常パターンですね、ビッグ終了後の画面は。おお、これキナナが3連すれば 50% で ART に当たります。おお、あ、これ88きたー。これで 50% です。しかも今ちょっと選べない演出が出てたんで、鏡とかこれ当たったかもしれないですね。これ特殊抽選と呼ばれるものなので、キナナから前兆に行ってたとしてもこの抽選も有効になるんで、ちなみにあと1回キナナが揃えばもう確定です。お、可能性ある。マジか、超熱いぞ。どうすか、どうですか。ダメか。でもまあ3連してちょっと奇数の転売も発生してるんで、ちょっと期待しながら打っていきましょう。お、これでまあ一応移行しただけで前兆期待度 20% の新年ステージいってるんで、まあ大丈夫だと思います。この状況下で移行すれば、これで下段にキナナが転売しなければ確定なんですけど、あ、おお、キナナ揃いで今884で、レム順で、まあもちろん今告知されたんで、これで GG と。おお、しかも今これランプ青じゃないですか。これあのオリンポス、あ、やばい、ポセイドンステージなんで、次回のストックあり確定です。これ2年以上確定しました。よし、まあ、とりあえずこれでワンセットが終了と。さあ、あともう一発ぐらいはいてほしい。どうして、何それ、どうして、いや、シーズン1だ。あ、どうしてこんなことになっちゃったのかなと思ってね。あのね、デルちゃんっていうかデルさん強いでしょ。強いわ。俺はもうね、嫌というほど染みついてんだけど、体に。あの、どうすりゃいいんですかね。僕、鉄拳打ってるんですけど、はい、こんなに手強い鉄拳初めてなんですよ。まあ、ヒョウ君はね、鉄拳セカンドに関しては多分、俺の知ってる中ではもうナンバーワンぐらいの。今日全然甘やかしてくれないんですよ、いつもみたいに。いや、その辺はやっぱり多分、裏でガチャガチャ。つってもまあまあ、TC から連チャンがしないだけで、はい、初当たり引けてるんで投資も 17K で済んでますし、はい、まあ、200枚ぐらい目も持ってるから、いや十分優しいじゃん。俺もうこの時点で結構なマイナスね、多分3000枚ぐらい食らってるから、俺が鉄拳の世界。ああ、びっくりした。実際今食らってるのかと思って、何してんだよ。まあ近いようなもんだけど、ね、今どうなんですか。枚数3枚で3枚で何もない。え、3000枚。いや、マイナス1000枚くらい。マイナス1000枚ちょっと持ってるけど。ってことは、たぶん2人でマイナス2000枚弱。そうだね、たった3時間の実践ちょっと持ってるから、マイナス2000枚超えてる。いや、だから俺もね、結構必勝分では屈指の召喚師じゃない。一応神様にご登場いただくのは結構得意な人なんだけど、今日はね、なんかね、来ない、来なそう。だからデルちゃんがこうやって止めてる感じがもう目に浮かんで、こう来るところをデルちゃんがこうベーって止めてる感じがして、ちょっと、あともうこっからちょっと大移動したいんですけど、はい、うん、後半したいんですけど、空き台がもうないんですよ。もう完璧でしょ。完璧、タイロも立たれてる、タイロも立たれてるし、ただお互い鉄拳セカンドとミリオンゴッド、うん、まあ設定はもちろんパツオだから大事ですけれども、出玉に関してはやはりその設定を超えた引きっていうのが重要になる機種を追ってますから、まあ十分巻き返せるんですよ。巻き返せる。それに、はい、あとほら、あの2人が貯金いっぱい作ってくれる。そう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 、まあ、2500枚ぐらいはいいんじゃない。いや、ぶっちゃけ全部使ってると思う。全部は俺らが痛いから。まあまあね、まあ、もうちょいいけますよ。いけるかな。いや、でもそんなに悲観はしてない、うんうんうん、まあ全部計算通りだと。全然言えてないよ、計算通っていたかは。ここまでは演出ですから。あ、なるほど。後半の大逆転に向けての布石は打てたかなと。そうですね、ところがもうようやくアルコールが抜けてきましたから。そういうことです。シラフの後半戦にどうか期待していただきたい。俺は抜けてたよ、朝から。嘘だよ。やりましたよ。お、かけい、やっとボーナスいたよ。
いや、これもあれでしょ、